はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今回は、就職をされるということで、まず黒く染めるっていう形と、あとパーマをかけたいということで、ちょっと写真を見せてもらったんですけど、なんだっけ、取れやすいんですね。はい、そうですね。すぐ取れちゃう。取れやすい。はい。で、かけ直すんですか、いつも。はい。で、前回がもしかしたらデジタルパーマみたいのをかけて、そうですね。今年、今かな、5ヶ月ぐらい前にかけて、今この状態になって、はい、最初はもっとすごいかかってたんですか。かかってました。あ、じゃあ昔はもう全然かかんないこととかもあったんですね。そうですね。2回かけてもらったりしてました。2回。はい。ああ、じゃあその仕上がった時にかかってなくて。はい。1週間後ぐらいに。ああ。すぐ取れて。はい。で、長さはもう顔じゃねえや、うんと顎くらいまで切っても大丈夫ですか。顎下ぐらい。顎下ぐらいがいいです。あと前髪は、まあ、見せていただいたのが結構短いので、眉毛ぐらいでパッツンにして、まあ、ちょっと隙間が空くぐらいの前髪で、パーマは結構強めにかけてほしいという、まあ、先を考えてってことですよね。はい。前髪を狭める感じの。ああ、そうかそうか。前髪がちょっとあんま広くない方がいいから、前髪をちょっと狭くしたいっていう感じですね。はい。これを生かしてここを切ると、ちょっと変な感じがするから、ここを前髪で、この上をこうかぶせてくる感じのパーマで、ね、いった方がちょっとおしゃれかもしれない。はい、ではここから1時間半でカットとカラーとパーマ、カットパーマカラーですね、していきます。まあ1時間半という時間の中でやっていくので、結構無駄な部分を省いていく必要があると思います。まずショーバルタンというハサミでカットしていくんですが、結構ボブのラインでカットしていこうかなと思ってるんで、この辺から前上がりにこう切ろうかなと思います。実際の長さが分かるんですよね。なので結構いきなり切るときはここ隠します。その方が本当の長さっぽいのが分かるので、はい、切ります。イングラで切っていきますね。イングラで切って、彼女は多分前上がりの方が似合うかなと思うんで、つむじから放射線状でイングラにして、はい、このぐらいの感じにします。そうすると長さが、本来の長さが後ろを隠すことによって、前から切った時に分かりやすいの で、バックから切るとなんで良くないかっていうと、後ろから切るとお客さんと一緒に決めていくことができないんですよね。後ろから切ったらもうこの長さって決定されちゃうので、前からだともうちょっと切りますかとか、そういう風にこう一緒に作ることができるので、僕は前から切るようにしてます。例えばこれ前から見た感じ、長さまだ長い感じしますか。まあ今ざっくりなんですけど、いや、このぐらい、このぐらいで大丈夫そうですか。はい。で、一応さっき見せてもらった黒い人はもっと短くて、で、ちょっとここが、もうこの辺まで切っちゃってる感じなんですよ。うん。で、僕今ここから少しこういう風に持ってこようかなと思うんですけど、もっと短い感じの方がいいですか。その黒い人みたいな感じですよ。ちょっと短くお願いします。こっちを短くしたいな、この後ろの方とか。どうだろうね、その黒い人だったら、はい、ここも結構パスっていっちゃってる感じ。後ろは短い。うん、後ろ短くていいかな。はい、大丈夫。こういう感じになっても大丈夫ってこと。長さ的に大丈夫です。ああ、そしたら後ろ切っちゃった方がいいかもね。モデルさんが見せていただいたスタイルっていうのが、バックがパッツンってなってるやつなので、ちょっと後ろ長くしようかなと思ったけど切っちゃいます。はい。今度はちょっとね、時間が1時間半なので、一人目でやりますが、いや、耳のこの付け根のイヤーとイヤーのこの、ちょうど上に上がるところですね。ここと反対側のイヤーとイヤーのこの部分をつなぎます。要はこれもみあげの位置なんですね。このもみあげの位置をつなぎます。はい。で、この前の毛をちょっと後ろに
ダウトオーバーダイレクションさせて、ここで大体長さを決めます。はい、ちょっとまっすぐ、まっすぐ向いてますよね。いいですね。で、ここで大体の長さを決めるんですね。アルシーザーはショーバルタンで、ここはちょっと丸くカットしていきます。そして上のをちょっと下ろして、長いと思うんで、この部分を今度、このサイドの延長線上のところから合わせてカットしていきます。上と下はとりあえず一回つなげないで大丈夫なので、ちょっとさっき切ったやつよりも少し長くなるイメージで切るとまあいいかなと思います。あとね、ちょっと上がりますからね。ちょっと右に傾けてもらって、はい、この左にちょっと移してもらって、で、表面に少し動きを出していきたいので少し入れます。で、今日ちょっと時間の関係でちょっとまあ、省略するっていうわけじゃないですけど、ちょっと難しいかもしれないんですけど、ちょっと違う切り方でやります。これちょっと説明が難しいので、また違う動画で説明したいと思います。時間ない時用の、まあ、表面バツッとなってますけど、パーマかかるので気にしないでください。短くなったらもうそれに慣れちゃって楽だな。それはあのおばちゃんが言うあのセリフです。もう切れないんだよね最近みたいな。大丈夫ですか。で、これで少しふわっとこうなったの分かりますかね。はい、で、この状態でちょっと前髪を切ります。で、前髪はちょっとこう上から来る感じにしたいんで、中は中でちょっと切っちゃいます。ショーバルで切ります。皆さん分かりますか。これって今、ギングラでひねって切ってるんですけど、皆さん分かりますでしょうかね。ここをノーテンションでギングラでひねって切ってます。で、ギングラにしながら毛先に小さいチョップを入れてちょっとばらつきを出します。ギングラに入れてチョップを入れていきます。そうすることによってバラバラになります。あんまり表面はこれ以上段なくていいのかなって感じがするのと、ペンシルシガーでちょっと縦の動き若干出します。ちょっとパーマで重さが出るので、はい、ちょっとペンシルで少しだけヤリー感を出していきたいと思います。ペンシルでちょっと動きのやり方を多少出します。で、ネープの方がちょっと、少し中の方に隙間を空けていきます。これはショーバルタン、ショーバルタじゃないや、ペンシルシザーですね。
前進んでね。